三吉義雄は、戦国時代の武将、三吉長慶の嫡男で死し、将来を職望されたが、父より先に創生した。天文十一年、三吉長慶の嫡男として生まれる。天文二十一年十二月二十五日に元服して、孫次郎義雄と名乗った。永六二年二月に、父と共に上洛し、三月に正式に、吉輝と越見して仕えている。 12月18日に、室町幕府第13代将軍、足利義輝から、義の字を賜って、義長と名乗る。A63 年1月21日に14位した、筑前神に、ジョイ、任官された。父が、河内飯森山城に移ると、摂津芥川山城を任されている。天野忠之は、三好市の本拠地は、芥川山城のままであったとし、長兄が、 三好氏の家督と共に、本拠地を吉岡に譲った後に、飯盛山に移ったと説く。A64 年1月28日、松永久秀と共に、正五位下から十四位下に少女した。2月1日には、父や久秀と共に、霧の門の使用を許された。また獄衆、昇番衆に認じられる。父に劣らず、自由に秀。 六角義方が京都に侵攻してきた時は七千の兵を率いて、埋めずに在陣。松永久秀も七千の兵を率いて祭院に在陣して六角軍と交戦した。この戦いは六角軍が優勢で、吉岡と久秀は押され、義味だったが、十一月に久秀が反撃して、義方こそ打ち漏らすも、長原重隅らを打って勝利した。対臣は、 A65 年にまで持ち越し、吉方にこうして攻めてきた、久米田の戦いでは有望でなる畠山後世の前に、おじのみよ十九が戦死したため、3月6日に、吉輝を男山八幡に避難させ、自らは、久秀と共に山崎に婦人した。このため京都は一時的に六角軍の手に落ちたが、吉沖は畠山軍の大将を先として5月下旬に、摂津において、 京皇寺の戦いで畑山軍に対象した。このため六角軍も京都から撤退し、六月二十二に吉輝が帰京すると吉起、久秀らは四日後に貸し品を受けた。八月に京都北山において伊勢貞孝が六角軍と通じて反乱を起こすと松永久秀と協力して八千の兵で九月十一日までに討ち取った。また、 豊かな教養人でもあり、将軍、吉輝や高家里からの信望も扱ったという。しかし、永六六年六月に病に倒れた。真瀬道蔵などが解放したが、病状は悪化し、8月25日、芥川山城において死去した。去年22、足利良きは、死因を横断と伝える。長慶の死後、三好氏は、重帝の三好義次が継いだ。 吉岡の着難とされる、三好義助は、三好安永のおいで、中村はじめ中の家老となった横田内前を頼って、与那子へ移り、義手の子の一人である義継は、横田一族と共に、与那子騒動で討ち取られたが、その他の子は、農民、町人となって生き延びたという。吉岡の死の背景には、主家征服をもくろむ、松永久秀の毒殺説の疑いがあるが、 どれも後世に作られた軍機物を転居とする風文であり、全く事実無根である。例えば風文の一つとして、吉岡が久秀の艦落を見抜いて排除しようとしたために毒殺されたというものがある。しかし、一時資料には久秀が暗殺したという記述は全く見られない。それどころか、そうした情報を掲載する足利良や俗王人公記でさえも、 毒殺の風文があった、松永久秀が暗躍したという人々の雑説があったと、風文があったと記載するのみであり、久秀による犯行を断言はしていない。足利清に至っては、そうした風文が生じたことについて、いかなる小ありシニアと会議的に言及しており、二次資料、軍記物においてさえ、久秀による吉岡の毒殺に会議的な言及が少なくない。 父の長兄は、吉岡の死で心身に異常をきたし、翌年の永六七年に後を追うように病没している。今谷明は、最愛の息子の死などの不幸が重なり長兄は、初位、甲骨の人になってしまったと指摘している。俗王人後期においては、吉岡の器量は不祖に劣らず優れて、天下の乱を治める人であったが、創生したことを惜しんでいる。また、義岡の死因に関して、 当時から噂があった久秀の毒殺については雑説あるいは久秀が主家に劣らぬ実力を保持していたことをネタんだものによる根拠のないものとしている。表具の裏には1815年に子孫の三好南治系が表層を修理した際の名文が記されている。それによると本像の原本は京都千音寺の達中、妖言院に所蔵されていたとある三好氏の肖像画後、 幅のうちの一点とも考えられる。吉岡には性質は板が小がなかったとしている。超高 p 二百二十七、超高 p 百二十五、超高 p 百六十一、超高 p 百六十六、超高 p 百六十八、天野 p 六十二 p 六十三、超高 p 百八十九、超高 p 二百、0超高 P200、超高 P200P211、超高 P221、アマ P131P132、超高 P225、超高 P226、超高 P189P192、アマ P366P370、今谷 P250、超高 P230、P 今谷、に、野、マノ、P318、超高、P226、超高、P226、今谷、に、P250、超高、P226、ありがとうございます。